リアによるサシエフク絵、ウと猫はエドワード・リアが1867年に書いた子供向けのナンセンス詩。リアの有名な形容詞、ランシブルはこの詩で初めて使われた。イギリスで2014年に行われた最も人気のある子供時代の詩のアンケートで第1位に輝いた。2位はキラキラ帽子、3位はハンプティダンプティだった。 1867年の冬、リアは、友人の詩人、ジョン・アーディントン・シモンズの娘、ジャネットのためにこの詩を書いた。1871年に出版された、ナンセンスの歌、物語、植物学、アルファベットに収録された。11行からなる3つのスタンザから構成され、2行目と4行目、6行目と8行目が、応印するほか、奇数行はしばしば行中印を踏む。 ビアトリックス・ポーター、小豚のロビンソンのお話は、フクロウと猫に出てくる豚の前日端になっている。1938年にアンガス・デビッドソンによって出版されたエドワード・リアには、リア本人による続編、フクロウと猫の子供たちという詩の総工が載っている。イーゴリ・ストラビンスキーの歌曲、フクロウと猫は、この詩に作曲したもので、 ストラビンスキー最後の作品になった。ストラビンスキー夫人のベーラが最初に暗記した英語の詩だったという。1970年にアメリカ合衆国で同代の映画が作られているが、台を借りただけの大人のラブストーリーで内容は関係がない。ありがとうございます。